コンサロル・バルカバは、キューバ・ハバナ出身のジャズピアニストで作曲家。グラミー賞受賞者。1963年生まれ、5歳の時より、父のバンドでパーカッションを演奏する。7歳でピアノを習う。1978年に音楽仲間とグループプロジェクトを結成する。1980年、コロンビアのブガシデの歌謡祭でオーケストラ編曲の 第一席を勝ち得る。1985年にグループプロジェクトのデビューアルバムを発表する。1990年、ドキュメンタリー映画、ナイト・イン・ハバナで注目される。1991年、日本での公演が実現する。1993年、アメリカ合衆国ニューヨークでの初公演が実現する。アルディメオラ・チャーリー・ヘイデ・デントニー・マルティネスその他。 ゴンサロル・バルカバの表記もある。ーイ、スティーブ・バイオグラフィー、ゴンザロル・バルカバ。AMG、2012年7月15日閲覧。ABCDEFGH コトバンク現代、外国人名録2012、ゴンサロル・バルカバ、ゴンザロル・バルカバ。アルミューズイック、2018年7月19日閲覧。ありがとうございます。